北海道警察サイバーセキュリティ講座。ある日の警察学校、サイバーセキュリティの授業がありました。今日はサイバーセキュリティについて大事なことをお話しします。みんなはアカウントのパスワードをどんなものに設定している？それでは道警北斗さんに答えてもらいます。ちなみに道民を守る警察官として恥ずかしい答えはいけませんよ。はい、頑張ります。ぶっちゃけ名前と誕生日にしてるな。教官、普段は優しいけどたまに怖いし、怒られないように正しい答えを考えよう。自分の名前や誕生日とは全く関係のない文字の組み合わせにしています。道警北斗さん、いい答えですね。単純なものや英単語も危険なので注意してね。それでは続けて道警さんに聞きます。その他に気をつけることはわかる？他に気をつけること、何を答えたらいいんだろう。パスワードを決める上で他に気をつけることは、大文字や小文字、数字、記号を組み合わせてなるべく文字数を多くすることです。いい答えでした。道警さん、どうもありがとう。その他にもパスワードの使い回しをしないことも大事ですよ。後で教官に習った通りに変更しておこう。はあ、危なかった。ん？あっ！うっかり心の声が漏れてしまった。道警さん、君のパスワードは道警ドット北斗1001でしょう。はい。答えは一丁前のくせに普段から気をつけていないんでしょう。そんな心構えで道民の安全が守れると思えるの？そもそもサイバーセキュリティを甘く見ていたら、あっという間に時代に取り残されて競技にも置いていかれて卒業も危うくなって。しっかりサイバーセキュリティを勉強します。やっちまった。面倒だからといってパスワードを単純なもので使い回しをしていませんか？もしも犯罪者に見破られたらアカウントが危険なことになります。パスワードを決めるときの注意。1、プロフィールに関係のあるものや単純なもの、英単語は避けること。2、大文字や小文字、数字、記号を使うことや文字数を多くすること。3、パスワードの使い回しをしないこと。サイバーセキュリティ講座終わり。